緊急事態宣言を受け、ホテルやフランチャイズの飲食店などが相次いで休業を発表しています。阪急阪神ホテルズは、東京と大阪にある7つの直営ホテルの営業を29日から来月31日まで停止します。すでに予約している客は別の直営ホテルを紹介します。また、カラオケ店のビッグエコーを運営する第一交渉が、カラオケや飲食の直営店、 合わせて299店舗を臨時休業するほか串カツ田中ホールディングスも97店舗を臨時休業します串カツ田中は休業要請の対象ではない神奈川や千葉などでも東京からの客で混雑する恐れがあるとして一部の店舗を休業します県境は超えないでくださいということを申し上げてます今回のコロナは従来よりも強いとだから 関西が案内大変になってるんで一県でそれを繰り返したくないです。こうした中、都内で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに425人確認されました。先週の月曜日から20人増えて前の週の同じ曜日を26日連続で上回りました。